ちょっと、何体いるのよあれ。冗談ではないぞ。一体どこから湧いて出た。大曲時以来だな、あれだけの数を見るのは。どうだ時継ぐ、何が見える。妙なのがいるな。二足、角は四本、異様にでけえ紫の拳。間違いない、それは神羅号だ。覚えているか、横浜防衛戦で取り逃がした鬼だ。私はあの鬼を追っていた。よもやここで遭遇するとはな。あれは鬼の群れを呼び寄せる。なぜ今襲ってきたかはわからんが。四季が言っていたな、封印を解いたと。それと無関係ではないかもしれん。いずれにしろ神羅号を撃つしかない。幸いここにはモノノフが集結している。侍、近衛、金軍、百鬼隊、全ての隊を救護すればあの群れにも対抗できる。もっともそれには連携が不可欠だ。準備が整うまでは籠城するぞ。かぐや、結界はどのくらい持つ。丸一日くらいならなんとか。ならばそれまでに迎撃体制を整える。お前が全体の指揮を取れ。神羅号との戦いを経験しているのはお前だけだ。それにお前が最もしがらみなく部隊を束ねられる。お頭候補でもなければ新参者の英雄でもないからな。いい目だ。ここで横浜防衛戦を終わらせる。全員、異論はないな。大出世ね。遠慮はいらん、俺たち思い切り使え。では総員迎撃準備にかかれ。生きるか死ぬかの戦いになるぞ。なんだ。貴様は。
よ。そうかい。よ、お手柄だ。すまねえな。ずいぶん遅くなっちまったな、サイカ。ひよっこが背中を押してくれてよ。ようやくここに来る決心がついた。鬼の群れが里に迫ってる。でも、俺が食い止めてみせるぜ。俺はとびきりの勇者だからよ。だから、安心して眠れ、親友。なんだよ。いつまでメソメソしてやがんだ。雷蔵。ふん。俺は鋼鉄のからくり人形だぜ。涙なんか流すかや。線香はあげてやったのか。ああ。やっとな。そうかい。なら俺も最後の約束を果たさねえとな。最後の約束？サイカからおめえへのことづてがある。サイカが死んだ時、俺はマホロバにいた。おかげで死ぬ間際に少しだけ話ができたのさ。耳かっぽじってよく聞きな。お前は私にも雷蔵にも勝てない一生半端な日陰者だ。なんだと。でも私にとっては一番の勇者だったよ。からくり人形は泣かねえんじゃなかったのか。綺麗な星じゃないか。
みっともねえとこ見せちまったな。誰にも言うんじゃねえぞ。ありがとうよ。これで俺は前に進める。友よ、今こそ誓おう。お前の愛したものすべて俺が守ってやるぜ。敵は残らず撃ち抜いてやるよ。お、なんだこりゃ。分霊結びによって御霊を分かち合ったのさ。俺の御霊がこいつに？どういう仕組みだ。まあいいか、大事にしろよ。そりゃ俺の相棒だぜ。さあ行こうぜ、マホロバを守りに。全員準備はいいな。